時松セカンドです。今日はね、視聴者さんが送ってくださった、これもめっちゃ、もうね、実は一つ食べちゃったんですけど、めちゃくちゃ美味しくって、セカンドで紹介しようと思って。これね、商品名が焼きマシュマロサンドベイクドマロウっていうやつですね。10個入り。これをね、ちょっと食べてみたいと思います。結構ね、賞味期限はね、早めのやつみたいですね。なので急ぎ目食べようと思って。はい、パッケージこんな感じです。ここにベイクドマロウって書かれてて、本当にもうね、焼きマシュマロサンドして、で、焼きマシュマロの中にもこのチョコレートがね、チョコソースが入ってるみたいです。はい、もうね、1個食べちゃったんですけども、これすごい美味しいんだけど。あ、期間限定ショップで売られてるやつなのか。じゃあこれ期間限定商品なのかな。はい、こんな感じでね、4個入り、6個入り、10個入り、14個入りのサイズのやつがあるそうです。フレッシュ、そのままいただくとふわふわの、ふわふわですね。で、ホット、温めて食べるととろーりで、クール、冷やして食べるともちもちになるそうです。そうなのか。ちょっとクール1個ちょっと冷やしとこうかな。ちょっと本当はね、冷蔵で冷やすんだと思うんですけど、今ね、ちょっとホットとフレッシュそのままをね、食べてる間に冷やしとこうと思って、急ぎなんで冷凍に入れてきました。なんかこれ説明によると、グラハムっていうこの上のね、挟んでるクッキー、これがさっくりしっとり香ばしいクッキーだそうです。で、マシュマロはね、バーナーで焼き上げた自家製ふわふわマシュマロですね。で、中に程よくとろけたチョコレートが入ってるそうです。はい、もうね、じゃあそのまままず、もう食べたんですけどね、一回。もうすごい、視聴者さんありがとうございます。こんないいものを、こんな感じになってます。すごい、これマシュマロがね、やっぱり焼きマシュマロになってますよね。ちょっとこう、こんがりカラメル色になってるというか。で、はい、これクッキーなんですけどね、上から見るとね、香ばしいいい感じのサクサククッキーで、内側の部分見るとね、チョコを塗られてるんですよ。しかもね、ほら、マシュマロがふにふになんですよ。あ、焼きマシュマロ、はい、ちょっとだけね、割ってみます。中のチョコの感じを見せたいので、いけるかな。見せるのは大変そうなので、いただきます。めっちゃ美味しい。もうね、中のマシュマロがふわふわ。うんー、これね、ちょっと食べかけで見せれないんですけど、中のチョコがとろけてる、とろいチョコ挟まってます、マシュマロの中に。おいしい、これ。いや、これおいしいわ。しかもね、そのまま食べても冷やしても温めてもね、どれでもおいしく食べれるっていいですよね。ちょっとこれね、1個チンしてみます。電子レンジで3秒から5秒って結構短いですね。これ開けて、トレーに入ったのをね、一旦出してからお皿の上でチンします。はい、どう、ちょっとね、マシュマロがふにゅんって沈んだ感じがします。あ、ほらすごい柔らかくなった、さっきより。うわ、やば、うわ、なんだ、5秒でこれか。ほんと3秒でいいな。やっぱ3秒の方がちょうどいいかも。おいしい。あ、これ絶対3秒っていうか5秒でもいいわ、どっちでもいい。うわ、温めた方が美味しい。これ美味しい。ほんとだ、温めたらね、マシュマロがとろーってなるちょっと溶ける感じ。さっきのふわふわがね、とろりになった、そのまま書いてるまんまですけど、これ冷蔵庫で冷やしたらもちもちになるみたいなんでね、さすがにまだかちょっと待とうか。はい、少し待ってみました。もう少しって本当に少し、5分ぐらいしか待ってないめっちゃせっかちですねまあでも冷凍庫に入れたんでね、ちょっと瞬間で冷やそうと思って、なんでちょっと冷蔵よりは早く冷えてると思います。ほら、あ、結構でもいい、あ、いい感じ、あ、冷たい、あ、いいかも。じゃあちょっと冷やしたやつも。あ、全然違う、さっき混ぜと。確かに書いてる通り、マシュマロがもちもちになったし、あとこのクッキーの内側に焼いてるチョコ、これがね、なんかパリッとした。うん、おいしい。あ、この食べ方もすごいおいしい。
美味しい。これなんか最近マシュマロを挟んだ系のマシュマロ系のお土産お菓子みたいなやつよく出てますけど、これ私かなり好きです。美味しい。しかもこのね、食べ方がね全部美味しい。どれをやっても、まあ私的には一番ねチンしたやつが好きかな。いや、やっぱねマシュマロはちょっととろけるぐらいの、バーベキューした時の焼きマシュマロみたい、マシュマロみたいになるのがすごく美味しいですね。わあ、これ視聴者さんありがとうございます。すごく美味しくいただきます。っていうかあと6つ多分ペロッと食べちゃうと思う。1個がね結構サイズ大きめでボリュームあるかなと思うんですけど、なんかマシュマロ自体がねふわふわで、あの口の中でとろける感じですぐ食べれちゃうんで、結構パクパクいけれるやつです。すごい。これはね4つ入り6個入りあるけど10個入り以上買った方がいいかなって私は思います。4個入り6個入りはね本当に味見程度だけになっちゃう。絶対にこれ、あ、もっと買ってけばよかったってなるやつですねまあよかった、気になる方買ってみてください。期間限定ショップって書いてるから期間限定かもしれないんで、まあねチェックしてみてください。以上、視聴者さんからいただいたベイクドマロウでした。